うち的にあのこれはハマる男の特徴第3選です。うわ知りたい。これは男性の方もぜひチェックしてくださいね。はい、あのじゃあまず1個目いっちゃっていいですか。はい、もうこれちょっと怖いんですよ、今2人とこう話しててこれ、うん、えって絶対言われるんですけど、まず1つ目、絶対そう、お金がない。もうどういうことなの。いや、いや違う、なんかね、分かるのよ。別にお金が一番なんても思ってないし、お金なくても全然いいし、はい、そのお金がなくても一緒に楽しめる価値観が合う人がいいんだけど、はい、うんうん、そのお金がないにハマるっていうのがマジで分かんない。それはよく分かんない。そう、そこがいいの。これ聞いたら多分変わるで。何、よく聞いてて、何、なんかさ、ね、こう、うん、お金がないとか、うん、まあ、お金がないというかその必死にいろいろ頑張ってる姿とかを見ると、うんうん、てかうちって多分ちょっと尽くしたい側なんよ、はいはいはい、こう幸せにしてあげたいってすごい思うわけですよ、うんうん、で、じゃあ今日はご飯ちょっとうちがご馳走しようかなとか、うんうん、じゃあなんかこれ欲しいなとか言ってたなとか、これよく似合いそうとか思うと、うん、ハマっちゃってるんです。あ、なんかそこになんかこうしてあげたいという気持ちが出てきちゃうんですよ。あ、でも私じゃあそっち側かもしれない。はい、ほら、いや、ひなちゃんね、その傾向あると思う、本当に。あるよね、うん、あるよ、めっちゃある。そう、なんかね、尽くしたいって思っちゃうのかも。そうそう、でさ、自分がさ、いざこう、うん、あげたものとかで生活してくれてたり、うん、すごい喜んでくれてるのを見ると、うん、こっちも嬉しいやんか。超嬉しい。しかも、うん、いいお金の使い方やなって思うわけですよ、うん、人を幸せにするんですよ、皆さん。これはいや、良くない、良くない、大丈夫これ。でもね、確かにそうだよ。だってこの間さ、さくらちゃん誕生日でさ、うん、誕生日やった頃からこそもちろんさくらちゃんにプレゼントあるのは当たり前じゃん。けどその時私何もなかったのに、そわちゃん私にタンプレじゃなくてプレゼントくれたから、ね、普通にくれたの。そう、なんかもともと多分こう人にあげたりなんかサプライズとか好きなような、なんか共有したいみたいな気持ちがすごいあって、うん、だからこれはでも結構男女関係ないかもしれん、うん、でもより好きな人とかになると、うん、でも何でもしてあげたくなっちゃう。あ、でもわかるかも。そういう言い方されたら確かにそれはハマってんだなって思うね。ハマるっていうよりかなんかもうハマってんだって思う。ハマってんだよ。気づきました、うん、それは気づいた、気づいちゃった。え、それってさ、うん、お返しがなくてもいいの。なんか、あ、全然いい。え、いいの。ネタはなくてもいい。それはこっちがやってることやん、うん、勝手に。そう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 、それを求め出すのはちょっと違うね。あ、そうだもん。あれこっち側かも。違うよ、違う。さくらちゃんはいつもなんかプレゼントの前にさ、なんか話題であったよね、なんかさ、ちょっとでも高見えするものをさ送って、でなんかエビで鯛を釣るじゃないけどなんかそういうのをやりたいって。さくらさくらはそういう子なの。さくらはさくら素直そういう子なんですよ。そう、なるほど。そうそうそう、だからちょっとこれハマっちゃいますね。